皆さんこんにちは、れなです。今日は岐阜の山奥に来てます。瑞穂駅です。瑞浪です。瑞浪駅です。ここの近くにめっちゃめちゃ美味しい料理のお店があります。以前行ったことあってめちゃめちゃ美味しかったから、今回は皆さんとその体験をシェアしたいと思います。では行きましょう。瑞浪駅からバスに乗って20分ぐらいですね。車で行ってもいいよ。でもタカが飲みたいと言ってたから、レナ社長が運転してくれるなら大丈夫ですけど、レナも飲みたいと言ってたから、ということでこのバスに乗って20分ぐらい行きたいと思います、はい、自然豊かな入ってきました。ちなみにバスは満タンです。満員御礼。前回は貸し切りね、今日は20人以上バスパンパンです。みんな楽しみにしてますよ。そうだよ、はい、到着しました。到着です。柳屋です。ちなみにね、周りの景色こんな感じ。もう本当にのどかな山奥のすっごい美味しいレストランって感じ。はい、行きましょう。行きましょう。これ今日私たちの部屋だよ。いろりです。すごい昔ながらの雰囲気があるね。あとめっちゃでかい魚がもう焼いてある。なんだろう、美味しそう。このいろりが最高なんですよ。で、雰囲気も最高なんだね。古民家って感じだね。そうだよ、本当に。ということで掘りごたつになってます。最高です。これ鮎の割にすごくでかくない？サバとかだと思ってた。サバだね。サバはもっとでかいよ。社長、前回はちょうど5月に来てて、鮎シーズン始まったばかりでこれぐらいの鮎だったよ。あの子供の鮎だったね。そうだよ、今もう大人のビッグサイズの鮎だね。はい、ビール来ました。あ、ビール来ました。入れてくださいってこと？ありがとうございます。泡出ないんだね。あの、吸い方の問題かもしれないね。乾杯。乾杯。はい、こっちだよ。はい、私は決める。いつ飲んでいいか私は決める。泡出ない。そんなケチな子。文句ばっかりだね。はい、ありがとう、はい、いただきます。どうぞどうぞ。スターター豆腐とみょうがと芋もち、全部美味しそうだよ。すごい。後で食べたら分かるけど、水分がめちゃめちゃ吸い込んでる。スポンジみたいな。そう、スポンジみたいな感じで食べるとすっごい美味しい。出てきました、私。鮎の開きよ。着々と鮎の準備は進んでます。はい、私も箸が進んでます。みょうが食べれるかね。食べれるよ。もし。でパクパクいきますね、社長。お腹減ってる。パクパクマン、ね、パクパクマン。芋餅の上に乗ってるのって何でしたっけ？味噌。山椒のお味噌。山椒の味噌。山椒のお味噌って、説明できないけど美味しい。はい、失格。後で自分で説明してください。やめときます。うん、今やめときます。今からすぐに説明してください。やめときます。失格だった、これですね。はい、説明してください。芋餅、芋と餅の味をすると言ったら失格だよ、餅と芋の味がする。なあ、うわ、うまっ。変な顔したよ、最後。文句あるの？この顔思い返して。当然できないよ。できませんよ。岐阜県混ぜ川で食べた焼き鮎でございます。だからどこで泳いでたが分かるほどの、なんかすごい魚だね。すごいね、肉付きがいいね。うん、今日の朝にまだ喜んで泳いでたかもしれないよ。塩味が足りないなと思えた方は、もうヒレの部分の飾り塩を少し舐めていただいて、お好みで塩分調節を。なるほど。箸だったら無理だから、かぶりつけばいいんじゃないですか。あ、でもなんかでかいから身が多い。めっちゃいい、ね、食べ応えめちゃくちゃあるよ、うん、漫画みたいだね、その食べ方。そうだね。そう、身めっちゃ柔らかい。これ何ですか？松茸です。出た。あんなサイズ7000円とかしないの？いくらするんだろうね、社長。何を気をつけない？分かんない、なんか鮎から熱いお湯が出てきた。ふわふわだね。そう、ふわふわだよ。やばいよ、身がふわふわで。うまっ。気をつけながら。はい、ギブアップ。卵入ってますよ、レナ。レナの方、卵。ちなみに俺の方、白子が入ってる。おい、触るな。人の白子触るな。おい、恐ろしいじゃん。食べてもいいよ。大丈夫。あれ、まあ、もともとレナ、白子があんまね、苦手だもんね。これがいい。卵。
これめちゃめちゃ美味しい。あげようか。ちょうだい。小さい一口。はい。卵うまっ。見て。ほぼ完璧に。あれだよ、漫画みたいに食べてる。てれそう。ガン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 って。そうマジでうまい。ふわふわの身だし、ちょうど脂も乗ってて、マジで最高。塩の尻尾食べてみた？食べてない。しょっぱ。完食。マジうまい。はい、ありがとうございます。これもこれで美味しそう。サイズ全然違う。うまそうだよ。ちょっとあっちから食べる。全部パリパリして食べれるって言ったよね。食感全然違う。さっきのはすごいふわふわだった。こっちせんべいでしょ、どっちが好きですか？さっきの方。ボリュームの問題じゃないですか？違う。社長。見て。お、飲みましたね。なんか飲みますか？お酒が進む。ちなみに今話聞いたけど、創業80年だって。すごいよね。今3代目らしいよ。で、最近大きくした。新しい建物も作ったし。儲けてる。ここに有名人とかも来るらしい。そう、予約全然取れないからラッキーですよ。僕ら予約取れて、あ、本当パリパリ。え、本当お菓子だね。顔が一番なんかすごいパリパリパリスナックみたいな感じになる。あー、うまっ。いろりの焼きプロフェッショナルがさ、ここで目の前で焼いてくれるじゃん、で、いろいろコミュニケーションできるから体験としてすごいいいよね。まあ、なかなか予約取れないんだけどね。だからこれ見て来ようと思った人も、でもなかなか予約は取れない。多分半年先とかになっちゃうと思うけど、平日が割と空いてるらしい。焼いております。確かにこれあれだね、季節によって出てくる料理が違うから。今日はお肉ないですか？お肉もあります。そう、ジビエのね、めちゃめちゃ美味しいんだよね。だ、季節によって野菜は違うね。松茸が出たり、山菜が出たり。お肉の好きな人は冬だって。お酒来ましたよ。そう、2杯目来ました。で、お酒と一緒に蜂の巣。蜂の子じゃない？蜂の子。蜂の巣食べたら、ね、海外から見るとすごく変だよ。でも前回食べて美味しかったから。蜂の子供食べないもんね。あれでしょ、メキシコとかにめっちゃ虫とかいろいろ食べてる、ね、イナゴとかなんかいろいろ食べるよね。日本人もそうだよ。このまま一本のまま丸ごとかぶりついていただいても大丈夫なんですけど、切れてから手で4つに挟むように。ああ、なるほど。レナ社長はどう聞きますか？こう4個に分けますか？でも4個に分けて3つは俺にくれますか？どう？フィナーレを迎えております。ちなみにね、ここのタレにね、さっき入れたね、これもう何十年と秘伝のタレみたいな感じですか？日本人大好きだよ、そういうの。はい、ありがとうございます。聞きました。見てください、これ松茸。あ、裂いてますね、4つに。チンチンですね。チンチン分かりますか、皆さん？分からない。名古屋弁の熱々ってことですよ。まあ、すごい食感だよ。あと香り、まあ、松茸香りで勝負だからね。幸せ。ちょっと次はすだちな。じゃあこれ、何いつも僕あげてますけどね、社長に。じゃあちょうだい。いつもあげてるから今日はちょうだいという話ですけど。蜂をすだちを垂らす。今日のこれメインディッシュじゃない？聞こえた今、サクッっていう音。だちと一緒にはすごいなんか日本の味に変わる。粗いですね。濃いの粗い？濃いの刺身ってことですよね。そうですね、はい、俺食べたことない人生で。濃い。かわいそう。俺まだ松茸食べてないから松茸いきますよ。レナ4つに分けたけど俺2つに分けていきますよ。松茸やばでしょ？食感でね。噛むごとにさ、こうジュワって出てくるの、これ飲むのもったいないね。スタチ。あげるわけねえだろ。ほんとだ、スタチ入れるとまた味変わるね。めっちゃ贅沢だな。何を何残ってるかなと思って見たらもうなかったね。もう優しいね。優しいね。はい、ありがとう。ようやく分かってきたね、日本の文化が。これがだからそんなうるさく顔を言うのかな。そうそう、これが鯉の洗い酢味噌、中の味噌。バカ舌だね。初めて鯉を食べる。鯉は食べ物じゃないらしいよ。でも鯉の刺身なんて食べたことある人少ないと思うよ、日本人でも。だって俺も30年間生きてきてないからね、一回も。ちなみに今松茸まで終わったので、こっから多分ねジビエとかお肉が来ると思いますけど、半分もいてないんじゃない？コース天ぷらとかもある。そう、お腹いっぱいになってきましたね。エゾシカのヒレ肉ですよ、社長。ドイツでエゾシカ食べますか？エゾシカって何か分かんない。シカは分かるけど。シカですね。
あ、エゾだから北海道か。めっちゃいい匂いする。いい匂いじゃない、いい音する。今度は初ですね。社長食べれますかね。心臓、鹿の心臓ですよ。自分で気づいてた。社長泡だらけ。何を文句言ってるの。泡だらけですよ、半分泡ですよ。ちなみにドイツでさ、こういうマイスターみたいな人がさ、目の前でこう焼いたりさ、料理してくれる文化ってあるの。私はそんなおしゃれなレストランにあまり行かないからどうかな。残念。日本の文化なのかな。いや、それはない。ベネズエラとかにこうお肉をでかいやつで持ってきて切ったりすることとかはあったりする。はいはいはい、ベネズエラお母さんのね、うん、なんか母国ね。エゾシカのヒレ肉、本当に色がいいよねこれ。見てこれ、油が少ない赤身の肉みたいな感じ。全然何も臭くもないし、すごい噛みやすいし、うんうん、じゃあちょうだい。の鹿のハツだったっけ。そう、私の口に合うかどうかは今から試さないと。合わないと思うから俺が食べるわ。そう、タカが合わなくてほしいよね。はい、ありがとうございます。来ました、エゾシカのハツ。おいしい。美味しかった。残念。残念。残念。もらえず。これイノシシですか。じゃあイノシシですね。本日最後の焼きの。次のイノシシのお肉。めちゃめちゃなんか脂が多く見えるけど、全然脂濃くない。あ、前回も食べましたっけ。前回食べましたよ。これぐらいになってくるとお酒が進んで、もう酔っ払って覚えてないわ。もったいないね。これお酒飲まない方がいいかもしれない。まあ、あれだよ、ビール禁止。はい。ありがとうございます、社長。はい。これ減っとるやないか。返しなさい。幸せですね。これ昼からだからね。今昼ですよ。お酒飲んで美味しいご飯食べて。レナ見て、このイノシシめっちゃ滴り落ちてる。ポトポトポト。そう、ポト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 滴り落ちてる。まあこれは全部油だから。おたか。ここにもあったと思って。レナも焼いたらこうポタポタ落ちるってことかな。落ちると思う。こちらのイノシシのロースはお好みで粒マスタードをつけて召し上がりください。これが美味しいんですよ。ありがとうございます。はい、来ました、イノシシのロースマスタードで。これが美味しいよ。めっちゃ美味しい。甘いし、溶けるし、もうお腹いっぱいですよね、うん、大丈夫、頑張る。頑張る必要ないよ。たまには部下にあげてもいいんじゃないの。 No、 自分の分もあるし、太ってきてるし。太ってきてないよ。見てください、これ太ってきてるのは誰でしたっけ。運動した方がいいね、二人ね。ということで今、いろりの炭がなくなりました。持ってったって言ったね。今、うなぎを焼いてるって。あ、そうだ、裏であの炭を使ってうなぎを焼きますって言って持って行ってくれました。山菜の天ぷらも来るし、うなぎも来るし、締めもご飯も多分来るから。どうしましたか。レナ所長がついてくれないから、お店の方がついてくれてますよ。はい、すいません、ありがとうございます。いただきます。あ、飲んでみる。日本のこれはビール。どうですか。私あのだんだんビールに慣れてきてるかもしれない。美味しい。いや、最後の苦さがちょっと苦い。まあね、ドイツはもっと甘いし、フレーバーが強いし、最高ですよこれ。ビール分かります。お水分からないみたいだね。天ぷらの盛り合わせ、私今ちょうどお箸を落としたので。あ、どうもどうも。しめじ、ぶなし、しめしめじ。やっぱこのやつがキノコってめっちゃうまいよね。だってドイツにないでしょキノコ。マッシュルーム食べるか。いろんなマッシュルームあるよ。日本みたいに森に行ってそこでいろんなキノコ。シイタケとかあんのかな、ドイツにも。あんなうまいシイタケが。松茸とかは、そういえばナッシング。どうかな、ないんじゃない。これなんだろうね、エリンギ。エリンギなわけないでしょ、うん、緑だよ。サヤエンドみたいなやつなんだっけ。中にちっちゃい豆がピッ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 って入ってる。サヤエンド、これ抹茶塩がいいね。そう、うん、香りやば。あ、入ってるよ。はぁ、ここでゆっくり食べれない。ありがとうございます、社長。もう終わった。あ、終わっちゃった。うわぁ、鮎ですよ、鮎。これまた美味しい、この鮎。そう、3つの鮎の種類食べたよ。確かに、干物と焼いたやつと天ぷら、どれが一番いいですか。一番最初のやつでしょうね。俺もそれが一流と思ったよ。プレゼントがあるよ。あ、ナスビ、ナスビ一番美味しいですよ。
来ました。つやつやだよ。うまいですか？知らまだ食べてないですけど、お願いします。あ、一番ですさんですか？はい、俺も弟子に入ろうかな。ぜひ。YouTube やめて。あ、YouTuber なので。厳しいですか？いや、厳しくないですね。確かにこれ厳しいとは言えないから。YouTube より厳しいんじゃない？まあ厳しくないとね、こんなクオリティ出せないからね。YouTube より厳しいと思います。まあでしょうね。うなぎ。はい、ありがとうございます。まずはこれをこっちに乗せて。美味しそうな顔しますね。おいしいけど本当にきつい。お腹いっぱいでございますか、うん、じゃあ私食べますよ。そのうなぎだけ食べてご飯だけ残すのやめてね。いいよね、締めにうなぎって最高だよね。あ、おいしい。最後うなぎご飯と思いきやこの天然キノコの炊き込みご飯来ましたよ。すごいですね。無理だよ。お腹、え、食べようとしてます？私食べますよ、それください、はい、いただきます。なんか締めな感じはする。でも満足ですか？満足。ちなみにレナのうなぎご飯、自分のうなぎご飯で炊き込みご飯、シャインマスカット来ましたよ。あのうなぎあげたから私います。何やめろ返せ。私は文句ありますよ。何ですか？これがちょっとデザートとしてしょうもないよ。あんなに立派なご飯が来ていろんなコースがあってから、うん、これがデザートというのが満足できないよ。なるほどね。私はあのチーズケーキとかが欲しい。それからシャーベットになんかフルーツとか。これは多い社長ですね。これはちょっと顔と同じぐらいの大きさの粒、うん、すごいな。レアの顔がすごくちっちゃいんだね。食べます。シャインマスカットってうまいよね。うん、あ、これ甘いし美味しい。締めのお茶は美味しいですか？最後にお茶は美味しい。本当にお腹いっぱいになったね。いや、もうたかが私のご飯も両方最後に食べた。俺最後2人前ずつ食べてたよ。やばいよ。締めのご飯、うなぎも。私は本当にマスカットとお茶がこれで最高。ごちそうさまでした。美味しかった。今年内はもう予約できないって言われてるから、ね、まあ、来年に向けてまた予約しよう。また半年後ぐらいかな。次はドイツの YouTube の動画を撮ろうかな。食べましたね、お腹いっぱい。食べましたよ。よかったね。食べた。これさっき食べたキノコ。お腹いっぱいで美味しかったです。めちゃめちゃ美味しかったですよ。ちなみに皆さんはどの料理が一番美味しそうだったんですか？今日は魚も食べたし、お肉も食べたし、お野菜も食べたし、締めのうなぎも食べたし、最高でしたね。はい、鷹はビールかな。でもなんだろうね、でもね、一番最初の鮎がマジ感動した。そうだよ、ふわふわ脂も乗ってて。皆さん何が一番美味しそうでしたか、ね、ぜひコメントで教えてください。この動画はここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタン押してくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。フェラーリの音ですよ。バイバーイ。